はい、皆さんこんにちは。前回の動画ではディズニーリゾート内の定期券を買ってきました。そして住所、勤務先または通学先、今回はディズニーランドホテル、レストランカンナでトータリーミニーのメニューを食べていきたいと思います。今回の動画最後まで見ていただければ、ランドホテルカンナ、トータリーミニーマウス、スタイリッシュカンナ、こちらが分かるなつのでぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。到着しました。ディズニーランドホテルです。ライトアップが美しいですね。夜に来たのは久しぶりです。早速建物に入ります。館内に入りました。入る時には検温と消毒があります。まだ予約まで時間があるので、ロビーでヘラヘラします。予約の時間になりました。レストランカンナです。ランドホテルすぐ入って左手、赤い入り口が特徴です。席に案内いただきました。本日いただくのはトータリーミニーマウススタイリッシュカンナです。こちらのメニューは2022年2月の1日から提供されています。ミニーちゃんのメニュー、とても楽しみにしてました。まずは飲み物の登場です。コースに追加して注文したドリンク、トータリーミニーマウススペシャルドリンクです。ミニーちゃんらしいいい色ですね。グラスには砂糖もついています。こちらを手で触ってしまうと手がベッタベタになります。グラスを取るときは注意が必要です。スペシャルドリンク、ベースはチェリーシロップになっております。それをアイスティー、クランベリージュース、レモンジュース、そしてソーダで割っています。アイスティーの味が強め、炭酸のレモンティーみたいな感じです。コース1品目の登場です。粒貝と西洋ごぼうのベリーヌ、バニラ香る春菊エスプーマです。このガラス製の小さな器のことをベリーヌというそうです。上から見るとこんな感じです。小さな器の中に具がたくさん詰まっています。料理長、手先が器用なんですね。スプーンで取り出しました。ご覧の通り具沢山、味はごぼうです。中に粒貝が入ってますので、そのコリコリした食感が美味しいです。お腹が空いてたので速攻でなくなります。そしてこちらがエスプーマ、グラスの底に入っていたやつ、春菊が泡状になったもので非常に滑らか、バニラの香りもするので味が甘くて美味しいです。スターバックスのコーヒーの上に乗っていても違和感なく飲めそうです。ごちそうさまです。コース2品目の登場です。サヨリと毛ガニのタブレ、ライムマーマレードのアクセントです。サヨリというのはこんな感じのお魚です。北海道から九州まで取れる魚だそうです。サヨリ、人の名前みたいですね。サヨリさん、こちらのお料理、お皿にピンクの点々が散りばめられています。こちらはビーツだそうです。こんな人材どこで。ビーツリーチ、この野菜何。ビーツ、
こちらがサヨリです。サヨリの骨の部分揚げられちゃってます。非常にカリカリです。カルシウムたっぷりのおやつみたいですね。香ばしくてとても美味しいです。こういうのは最後に食べるです。ごちそうさまです。コースにはパンがついてきます。パンは2種類、パンが2、パンが2、パン2、おパン2、そういうことになります。コース3品目の登場です。イカとウドのフリカッセ、トリュフとシェリービネガーのスープです。皿についている緑色の線は葉わさびだそうです。フリカッセというのはフランスの冬の家庭料理、クリームシチューのような煮込み料理です。こちらのお料理もとても香りがすごい香ばしい匂いです。上にはトリュフも乗っています。こちらが具材たちです。お豆や玉ねぎ、山菜のウドも入っています。非常に健康的です。ごちそうさまです。コース4品目の登場です。ヒラメポワレとセリのおひたし、アブルーガ、岩のりとアサリのマリニエールソースです。アブルーガというのはスカンジナビアニシンを燻製にし、レモン果汁などで調理したやつです。見た目はキャビアに似ています。こちらのお料理、泡状のものにいろんな野菜が乗っています。泡のやつは口に入れると一瞬でさようなら。お味はバター風味です。こちらはセリのおひたしです。数少ない日本原産の野菜の一つ、春の七草にもノミネートされている方です。胃を丈夫にしたり解熱解毒の作用があるとされています。ありがたいですね。サンキューセリーマッチ。そしてこちらがヒラメのポワレです。カンナの料理どれも美味しいんですが、中でも僕のお気に入りはお魚料理です。身がぎっしり詰まっていて味も染み込んでてめちゃくちゃ美味しいです。僕の来世がヒラメだったらカンナで調理されたいですね。ごちそうさまです。メインディッシュの登場です。牛テンダーロインのグリルと山菜ベニエ、クーベルチュールとマルベックソースです。マルベックソースのマルベックとはアルゼンチン特有のブドウの品種です。アルゼンチン行ったことある？ないぜ。お皿にまぶしてある茶色いもの、こちらはチョコレートです。クーベルチュールチョコレート、お肉との相性がいいのでまぶされたそうです。そしてこちら、ちょっとズームしすぎ、はい、こちらはラズベリーです。ミニーちゃんを意識してラズベリーをつけたそうです。そしてこちらが山菜ベニエ、山菜のフリット、周りはカリカリです。中の山菜は少し苦味があります。大人の味です、山菜なのに。そしてこちらがお肉です。牛テンダーロインのグリル、こちらめちゃくちゃ柔らかい、噛めば噛むほど美味しいです。ほんのり甘いソースともよく合います。さすがカンナの料理長、カンナの料理長にはかないません。ごちそうさまです。食後のホットコーヒーが運ばれてきました。ホットコーヒー以外にも紅茶やカプチーノなどを選ぶことができます。僕はいつも通りコーヒーをチョイス。もちろんお砂糖ミルクは使いません。おとデザートの登場です。カシスメレンゲをまとったフォレノワール、ブラッドオレンジソルベです。ミニーちゃんらしく非常に可愛いデザートです。まずはこちら、ブラッドオレンジソルベです。ディズニーのソルベはいつもこの形、ちょっとこのままでは食べにくいのでたぎります。ソルベ非常に冷たい、口の中がアナと雪の女王です。めちゃくちゃ爽やかなお味、若干大人なオレンジの味です。こちらはトータリーミニーマウス、チョコレートで描かれた文字です。おしゃれなフォントですね。本当ですね。最後はこちら、フォレノワールです。フォレノワールというのはフランス語で黒い森という意味です。チョコレートとさくらんぼのケーキです。真ん中のピンクのやつはカシスメレンゲです。カシスメレンゲ、逆から読むとゲンレメスシカ。フォレノワール非常に美味しいです。スポンジの中にはムース的なものも入っています。上のカシスともいい相性です。スポンジとクリームのハーモニー、大変美味しくいただきました。ごちそうさまでした。お会計伝票、撮影するのを忘れておりました、ごめんなさい。今回のお値段はトータリーミニーマウススペシャルドリンク1400円、トータリーミニーマウススタイリッシュカンナ13000円、合計14400円です。はい、ということで今回はディズニーランドホテル、レストランカンナ、トータリーミニーマウススタイリッシュカンナ、こちらをご紹介してきました。コース料理、ミニーちゃんを感じられてとてもおすすめです。個人的にお気に入りはデザート、可愛い盛り付けなのでぜひ食べてみてください。今回の内容が少しでもあなたの役に立てば幸いです。本日はご来園ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは最後にじゃんけんしましょう。最初はグー、じゃんけんポン。僕はパーを出しました。負けた人は明日、マスクにトータリーと書いてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。